お前も家族だ。セーブ完了。さあ行こうではないか。持ち物は金属溶解液が1個に回復薬3つ。これはもう十分ではないでしょうか。でここにいるんですよね確か。あれ、え、嘘、セーブした時に、セーブする前にいたのに。へえ。脅かしはなしでお願いします。この自分の影が怖いんだけど大丈夫。うん、リモコン爆弾。え、なんでいないの。いや、まあいいとして、食堂、ティールーム、談話室、よし、あそこの、あそこら辺に行ってみよう。の前にだよ。これはビデオの中で開けたとこだよね。うう、え、ってことはここ、え、ここ何室？暗いんだよ。暗いからね、あんまり行きたくないんだけど、何かいるか？何かいるか？爆弾、爆弾。キーピック！お？こんなとこにも人形が。オッケー、大丈夫。よう、飛ぶのお主。よっしゃ、ヘッドショットいただきだぜ。この銃威力高いのかな、もしかして。威力は標準的。ちょっと、ま、イーさんが使ってた銃より少しレベルが、銃の威力が上がってるかもしんない。はっはっはー。あ、嘘、嘘、嘘。生きとるか。リモコン爆弾強くね。閉めよう。さあ何が、薬液いいんじゃない。なんでレンジの中に入ってるか不明ではあるが、そこら辺は気にしたら負けだ。ガンパウダー、おー、いいね。ここリモコン爆弾とかが拾える場所なんだね。弾作っとくか。よし、死体が消えてる。違うね、違うね。よいしょ、金属溶解器で溶かさせていただきます。さあリモコンば、お、ちょっと待って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 。鍵、船長室のロッカーの鍵。これで、これでマシンガンが手に入るぞ。空か。え、なんか拾った。薬液今日、あ、撃っちゃったよ。バカか僕は。このさ、リモコン爆弾いっぱい手に入るんだけどさ、これ多用していこうか。うん、下に行かないといけないんだよね。でだよ、ちょっと怖いんですよね。あ、あー、なるほど、なるほど。ここは、ここは船長室があったところではないですが、ここ上がったところが船長室があったとこですね。さあ、長い階段をコンコンと、階段じゃねえ、はしごだ。確かに音はね、階段とはしごって結構音似てるけどさ、ちょっと違うね。でここら辺は敵が出ない。医務室、よっしゃ、行くぞ、行くぞ、医務室行くぞ。はい、バカじゃねえの。あのさ、そういうさ、ドッキリはやめてくれよ。
ドッキリが一番心臓に悪いのよ。よし、鍵。マシンガン。そしてこれはリモコン爆弾。さーて、無双が始まる。無双が始まるとか言っておきながら、すでになほほほい。ボマーになりそうだね。ボマー。そうだな、3階を探索しよう。あー、お足が、足首をくじきました。ネタわかる方いらっしゃいます？え、3階、あー、この部屋を通り過ぎてマシンガン装備していくか。で、上を、あ、そっか、ここが行けなくなってるんだか。あ、そっか、そうだそうだわ、そう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 。で、この3階から2階、2階って探索したよね。あれ、2階って探索したよね、キモ。いや、2階は探索していないね。僕、あの後、仮眠室の方にいて、そのまんま、そのまま戻ったんだ。こっちだわ。ボム設置。爆弾強くね？いるか？おお、なくなってる。ビデオの時はあったものがなくなってる。マシンガンの弾から、あ、こっからはいけないと。いけない？こっちらへんなんかない？ないですね。いない、敵がいない。お、ガンパウダー、いいね。で、ここが行けるようになっている。閉めて。このままでは開かない。ハーブをゲット。持ち物がそろそろいっぱいになります。え？回っちゃう。バイオ1の要素をちょっと取り入れてるのかな、これで。これをバイオハザード1を思い出すな、これ。このギミックはバイオ1を思い出すな。金属溶解液3つもゲット、いいね。で、出たらいるんだろ。いなかった。じゃあ、あとは地下の3階に行かないといけないんだけど。あ、3階の医務室。医務室ってどこよ。あー、なるほどね、なるほどね。ちょっとあそこまで行かないといけないのが嫌だな。よし、さあ上がっていくぞ。で、3階来ました。そう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 、3階はここで、ここ行ってエブリンとビデオ見て、家族にはならないよ、ごめんねーつって、あのエブリン落ち込ませて。そうだそうだそうだ、こっちの、進むんだよ。進めない、たまに進めない時があるんだけど、なんで、あの走ってるの途中で止まる時があるの、怖いからやめてくんない？さあ、はい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 、あんたはこっちで行ける。よし、あ、ここらへん、おお、キーピック、アンティーク。なんでこんなとこにアンティークコインあんの。
おかしいでしょ。もう、持てなくなってきたよ。嫌だな、持てなくなってきてるな。薬液強。薬液強な、何に使うかね。お、ここ開かない？え、ここ開かないの？開かないの？ここビデオでミアが飛ばされたとこじゃん。はい、ちょっと待ってね。何もない。暗いっちゅうねん。よしよし、いいぞいいぞ。な、な、待って、なんか音した、なんか音がした。うわー、あんたは、あんたは、あんたはちょっと強い人。よし、どうじゃ。ふん。え、めっちゃ簡単に終わったんだけど、いいのかこれ。すーげー簡単に終わっちまったぞ。リモコン爆弾強ない？純粋にそれ思うんだけど。うわー、いっぱい持ってんなー。どうしよう。回復薬今日使っちゃったじゃないかよ。これで2つ持てるようになったね。取れる？電力ケーブル開くか。金属溶解器いいぞ。こっちは、こっちはリモコン爆弾。これ開かないの？ここ扉あるのに。走って戻らないとダメなの？怖いんですけど。お、おお、あの、これがね、これがね、あの、白肉プロジェクトってゲームにね、こけしがね、あの、ホラー系のやつで出てくるんですよ。あれに似ててちょっとビビった。ちょっとビビったな。さて、ここまで戻ってきたが、敵はいるか？だいたい、だいたい、行きは良い良い、帰りがダメなパターンですからな。エレベーターを直すってことは、ここを降りて、さらにもう一回エレベーターの中に、シュー！オッケー。で、これを、こっち、こっちで、これを、これで動く？ヒューズが抜けている。どこだ？1階に行ってみよう。よいしょー。1階の、なんでさ、1階に降りたら毎回この BGM になるわけ。おるー、おるー。まあ、いっか、撃つか。よし。ここ、金属溶解液。溶かしていく。イエーイ。バックパックゲッチュー。金属溶解液。お、爆弾が、ボマーになれと言っているのか、このゲームは。あとは飛んで、これくらいかな、これくらい。ハーブ落ちてるね。マシンガンの弾、これ、無敵じゃん。これ無敵になれるぞ。
ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。